ただこれね、普通に押しちゃうんですよ、みんな。ダメ。これ内臓とか筋肉をただ触ってるだけで横隔膜触れてないことが多いんですよね。はい、生体皮膚科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画の中では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みを根本的に解決するための動画になっています。もしあなたが3件以上の整形外科、整体院、整骨院に行っても痛みが全く改善していない、もしくは湿布、痛み止めで痛みをごまかしているという方であれば、ぜひこの動画でしっかり痛みを改善してみてください。松田さん、はいよ。横隔膜のストレッチみたいな動画を見たんですけど、はいはいはい、いまいちよくわからなくて何見てるんですかまずまず持って、はいはい、どこにあるのかもいまいち分かりにくくて。横隔膜、あー、ちなみにどこら辺にあると思います？あばらのらへん勉強しようOKOK 横隔膜ですね。ちなみに何をやってる筋肉だと思いますか？呼吸。あー、そう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 。どんな動きしてます？ベコンベコンみたいなベコンベコン、おもろすぎますOKOK わかりました。横隔膜ですね。で、横隔膜は、めちゃくちゃ大事で、ここの肋骨のね、中にあるんですけど、ここは私もやっぱ治療することがあります。だけど、ちゃんと治療したと直接触れなくことが多くて、ただやるとめちゃくちゃ楽になりますね。呼吸も楽になるし、お腹の張り感とかも抜けるし、腰もめちゃ楽になりましたって人多いので、この横隔膜は治療できた方がいいと思う。ただ間違えると肝臓とか胃とか、あと膵臓、あとは腎臓とかっていうような尿を作ったりとかね、結構いろんな臓器があるので、間違って押しちゃったりとかすると痛みが出て強くなっちゃったこともあるし、あとは結構多いのが、横隔膜治療してますってこうやってると、肋骨の裏側にあるので、肋骨折れましたみたいな人もいるんですよ。間違えて、なんかこの硬いやつかって言って、肋骨肋骨みたいな。けど、やっぱ分かんないから押しちゃうんですよね。押してこれかなみたいな。いやいや、肋骨で分かるでしょみたいな感じなんだけど、やっぱ分かんなくて押してて、バキッってなって痛いみたいな。これも結構あるので、しっかりね、触り方も含めて、あるんで、ポイントがね。これ間違えて触っちゃうと、あと肋骨折っちゃったりとかして、逆に腰痛くなっちゃったりもするので、ちょっと今回は触り方も含め、横隔膜どんなものなのかも含め、ちょっと説明をしていきたいというふうに思います。では、本編いきましょう。はい、じゃあですね、実際紹介していきますね。で、まず横隔膜、何してる筋肉かって言ったら、これは肋骨がありますね。これ肋骨があるんですけど、この中にありまして、ドーム状になってます。ドーム状、私で言うとここの中にこんな感じでポコッとなってます。で、これがですね、ちょっと難しい動きして、収縮、いわゆる筋肉が収縮すると空気が入るようになってます。で、筋肉が弛緩するとグーッと盛り上がりになってます。何かっていうと、こんな風なドーム型になってるんで、いわゆるここについてるとこんな風になってますね。こんな風なドーム型になってるので、収縮する、こっちがギューッと縮むとこうなるんですよ。縮むと下に行く、で、上にある肺は膨らむ。ドームが下に収縮して下に行くと、上にあるものは陰圧って言ってね、引っ張られたらこう空気がブーッと入る状態で、逆に収縮が落ち着いて横隔膜が戻ると肺が縮むので呼吸が出る。こういう状態です。だから吸ってる時は下に横隔膜が行って肺が膨らむ。で、縮むとこういう風に盛り上がってくるので呼吸が出ていく。こういう風になってます。で、今これは肺の話をしましたね。空気を吸うこの上部、胸郭の話をしました。で、ここに心臓がありますって話です。で、酸素が中に入って全身を回っていくんですが、この横隔膜ってどこにあるんですかって言ったら、この横隔膜をね、大事にしてほしいって何かって言ったら、横隔膜縮むと、どうなるか。内臓を圧迫するんです。この胴体の中に何がありますかって言ったら、人間の内臓があるんですよ。でも大きくこの横隔膜の上と下で分かれてます。何かって言ったら、上側は呼吸。下側はいわゆる内臓、いわゆる小腸とか大腸とか肝臓とか胃とかってものがここに入ってます。だからこのバランスが結構大事で、呼吸が入りすぎる。入りすぎると次は内臓圧迫しないんですよ。ずっと内臓圧迫する。その内臓の血液は悪くなっちゃいますよね。で、逆に言うとこれがギューッと緩んだ状態になってくると、内臓は楽になってくるけど、呼吸が入んない状態になる。逆に言うと横隔膜が動くことによって内臓もこう圧迫されたり、伸びたりしますよね。これによって血液が循環していきます。で、だから、呼吸をすることで肺が入る以外にも内臓が活発に動くっていう役割もあるんだよ。
で活発に動くことによって血流が良くなってきて、で内臓でいわゆるこの血液って温まりますからね、この中で温まりますから、ここが動けば動くほど温まって体温が維持されていくと。だからこの横隔膜って本当に人間の体温を作ったりもそうですけど、やっぱりいろんな機能、内臓の中でもこの呼吸以外のいろんなものにつながります。逆に言うとこの横隔膜の動きが悪くなってくると内臓を圧迫したりとか血流が悪くなったり呼吸がしにくくなったり、呼吸がしにくくなれば流動が悪くなってきて頭がポーッとしたりとかやる気が起きないとか、いろんな障害が起きてきますですか。だからこの横隔膜っていうところはしっかり治療してあげないといけないというのは覚えてください。横隔膜って筋肉ですか。横隔膜は、筋肉と靭帯みたいなものが混合になってますね。ただ筋肉がついてます。真ん中が筋肉で、それ以外がなんかドーム状のところが白くなってて縮まない酵素だから、真ん中の部分だけは縮んでます。グッとこんな感じになってって感じですね。だからこれが縮むとこう、緩むとこうみたいな動きしてますと。特殊ですね。特殊なんですよ。だから結構他の筋肉ってこうね、縮む伸びるなんですけど、これはなんか円状になってるんで縮むとなんか下に行く伸びるみたいな感じの役割ですね。これは横隔膜で、じゃあ横隔膜どこ硬くなるんですかって言ったら、この筋肉のところが硬くなるわけじゃなくって、その周りのいわゆる靭帯みたいなところが硬くなることが多くて、どこにあるかっていうと、この肋骨の中にべったりついてるわけです。こんな風にべったりついてるので、ここのね、肋骨の際沿いにこうついてるんですよ、べったり。なんでこのさっき言ったみたいに肋骨の中をぐーっと触ってて、ここのあたりを緩めていくとつながってるんで横隔膜も緩みますって話ですね。ただこれね、普通に押しちゃうんですよ、みんな。ダメダメで、言った通り内臓もあるんですよ。でその上には腹直筋とかって筋肉もあるわけですよね。で横隔膜ってめっちゃ奥にあるので、普通に触っちゃうとこれ内臓とか筋肉をただ触ってるだけで横隔膜触れてないことが多いんですよね。だから治療の仕方というかね、こう自分でのセルフケアをもしやるんだったら、まず筋肉、いわゆる表層の筋肉緩めないといけませんよね。だからどうするかって言ったら、これ丸くならないといけない。こうやってしっかり丸くなってあげないといけなくって、丸くなる時もなんかこう、こういう丸くなり方じゃなくって、お腹が丸くなってる状態、お腹にシワができるような状態にしてあげないといけない。だから伸びてる状態でお腹触ってみて、パツパツ張ってますよね。お腹を丸くしてシワが出るような状態で触ってみて、柔らかくなりますよね。で、これだけで全然違うわけよ。表層が硬いまま、表が硬いまま、中触れるか触れないですよ。卵の殻割ったら中の黄身が触れるわけよ。だからしっかり中の情報が触れるように表層は緩めてあげてください。丸くしてあげるのがポイント。で、これは丸くしてって、この汁。全然じゃん。首じゃないってやつね。だから体全体を丸くしてる。で、丸くなってるかどうかっていうのはお腹にシワが寄ってるかを確認してください。で、この状態で肋骨、ね、肋骨硬いところありますね。硬いところからまっすぐ行くとポコッと落ちます。なんで肋骨沿い触っちゃうと折れちゃうので、肋骨からだいたい指2本分ぐらい下を触ってください。でここから入れてもらってグッと裏側に入る感じです。だから肋骨のところを下入れてもらって、上側にグッと押しますね。押していってこういう風に動かしてみて、横にね、横に動かしてみたりすると、さっきよりなんかね、おえっていう感じがあったりします。言った通り横隔膜ってこう圧迫すると肝臓とかもねありますから、なんかおえっていう状態に近いんですけど、まあ、おえっていうのがならないようにちょっと場所ずらしたりとかしながら触ってあげて、でこれ右側には肝臓、左側には胃があるので、で中の方でなんかね、なんか触るとあ硬いな、痛いなってものがあります。それが、いわゆるちょっと横隔膜に近いものだと思ってください。なんか触ってると、中の方でこう、コリコリとかね、痛いな、なんか、ああ、硬いなってものがあります。この硬いなってやつを、グリグリグリしてもいいんですけど、グリグリすると痛いので、あ、なんか硬いなとか、圧痛があるな、圧痛っていうのは触って痛いなっていう場所を、痛気持ちいいなっていうぐらい触ってあげて、で、この状態でどうするかって言ったら、呼吸をしてください。呼吸をしてあげると、横隔膜が勝手に、伸びたりとか縮んだりしますね。押さえた状態で伸びる縮みをすると勝手に緩むんですよ、ね、横隔膜。だから、ああ、痛気持ちいいなって場所があったら、そこをしっかり押さえる。押さえてもらって、息吸って。で、吐くときに中に入っていくんですよ、手が。面白いですね。これ、いわゆる横隔膜がぐーっと吐いてるときに中に入って、すると、で、押さえられてきて、なんか手を圧迫する感じ。これ、横隔膜が押してるから。で、吐くと、ふーって中に入っていく。でこれをなんかこう横隔膜についていくように、この硬さのところをしっかりやってあげて、3、4回、5回ぐらいかな、やってあげるとめちゃくちゃ楽になります。なんかお腹のあたりが楽になってきて、声が出しやすくなったりとか、あったかい感じだったりとか、お腹が温まる感じ、あとは
呼吸が入りやすい状態とか、あとはお腹が楽になったり腰が楽になったり肩甲骨周りが楽になったり首が楽になったり、結構ね首こりとか肩こり楽になる人多いんですよ、これやってあげると。っていうぐらいめちゃくちゃこの横隔膜って首こりとか肩の痛みとか腰の痛みにめっちゃつながります。なんでか、そりゃそうですよ、内臓と肺、ね、呼吸を司っているこの境目ですから、ここ硬くなっちゃったらもう全身悪くなりますよね。だからこの横隔膜しっかりやってあげることによって腰ももちろん楽になるけど、もう肩とかマジ楽になりますからね。肩の痛みが本当はお腹から来ている可能性もあったりしますし、手のしびれとかももちろん来ているかもしれませんので、ぜひねこの横隔膜やってください。ただ言った通りお腹の筋肉とか内臓とかもあるんで、できればプロにやってもらった方がおすすめです。自分でも全然いいですよ。ですけど中途半端にやって痛めたりとか悪くなってしまうぐらいだったらプロに任せた方がよくって、ただ横隔膜の治療って言ってもね難しい人もいます。でうちの整体院とかだとこの横隔膜大腰筋の治療とかもやったりもします。ね、もう必須です。言った通り腰の痛みも膝の痛みも肩の痛みだったりでも、ぜひこの横隔膜大腰筋ってね、この中のお腹の中治療するのはねもう必須でやってるので、もしねしたい方であればぜひね整体院の方だったりとかも問い合わせしてみてください。概要欄の方に、動画の概要欄の方に貼っておくので、全国に店舗展開してますから、そちらの方からチェックしてみてください。で電話もしくは LINE でですね問い合わせいただければ店舗の予約できますし、1ヶ月間ねしっかり返金保証とかもさせていただいてますので、もしやなかったね、あとは初回も試しやすいように1980円でお試しできますので、ぜひねもし今日の話を聞いて気になった方はぜひ店舗の方に電話してみてください。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、今日のね話しっかりここ横隔膜治療するだけで楽になりますけど、ちょっとしたポイントを抑えないと逆に悪化してしまう可能性もあるので、しっかり注意しながら治療やってみてください。であとね今日の話よかったらぜひチャンネル登録高評価コメントいただけるとすごく励みなのでよろしくお願いします。あと店舗の方もねやってますので、概要欄の方をぜひチェックしてみてください。では今日はこれで終わりにしましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。